カズレーザーの勉強法がやばいから解説。クイズ番組で大活躍するカズレーザーさん。YouTube チャンネルを運営したり、クイズ本を出版したりするほどの実力者。そんなカズレーザーの勉強法がやばかった。世界史は地図を覚える。学ぶ範囲の地図を紙に移して地理感覚を身につけます。古文はたくさん読みまくる。平安時代の人が普通に読めた文章なので、読むことさえできれば我々も簡単に答えられます。当時の流行りや物語の方向性が分かってくると楽に解けるようになるとのこと。やる気は関係ない。やる気が出ない時でもやらないより少しでもやった方がいいです。スマホを触ってしまって勉強できないとかなら、スマホを捨ててしまえばいい、とのこと。カズレーザーさんは高校生に向けてこんなことを語ってくれています。受験だけで勉強を使うのであれば、覚えるだけでなんとかなる。でも、覚えたものを必要ないと思っちゃうと、それが必要ない仕事にしかつけない。勉強するしないの選択はどちらがいい悪いではなく、勉強ができないとつけない仕事もいっぱいある。勉強できた方が将来の選択肢は増える。